どうも、とつがわです。本日は2020年8月の5日です。まあ久しぶりですが、久しぶりに電車乗りに来たのですが、本日大村線キハ66、67編成の5番ユニット、11番ユニットが今日の20時53分発普通列車排気機をもちましてラストランとなります。その列車に今日は乗りに来ました。まあ一応今日は佐世保から廃棄まで乗ってみます。まあ一応電車が来て、まあ乗ってから発車する頃はから、ノーカットとなります。67の編成は、66の方にトイレが入っています。で、67の編成に関しましてはトイレなしのただの手術のみとなっています。これですね、走り続けてたんですね。ちょっと時間くださいね。引退したのが残り8編成となる予定です。11番で、佐世保側が5番というのいう連結編成になっています。あ、でもここは疲れちゃうの嫌だ。車両の外
外観等は少し撮りたいと思います。
代表に行きます。折り口は左側です。避難道の足元にご注意ください。Thank you.
がとうございました。もうこれで営業運転終了となり、明日の他の配送会社改装を待つのみとなりました。ゴッペショップとハウペンショップは今から一早に到着です。残りはこの国鉄色2編成110番と1番のトップナンバー、ハウテン色の12番で23で6788との8編成になります。5番乗り場から列車が発車いたします。この列車をもうこの駅で再列車となっています。最後乗れて本当に嬉しかったです。国鉄色が行き、5番11番ユニットは車庫に入ります。最後に国鉄色のトップナンバーと一緒に見られたことは嬉しいです。
じゃあこの動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。